ゴーカーチャンネル。ゴーカーチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今回はアウディのフラッグシップ SUV、アウディの Q8 をご紹介というか、今回は試乗インプレッションですね。すでにこのアウディ Q8 が日本に導入する前にですね、オーストラリア仕様の Q8 で、解説はすでにお送りいたしましたので、まだご覧になられていないという方はどうぞそちらの動画もご覧いただきたいと思います。で、改めて Q8 の概要をお説明しようと思うんですが、フォードアクーペを思わせるスポーティーなデザインと大型 SUV の機能性を融合したというのがこの、車の大きな特徴でございます。で、今回試乗に用います車はアウディ Q8-55TFSI クワトロデビューパッケージ S ラインという車でございます。エンジンは V 型6気筒の3リッター直噴ターボエンジンを搭載したものでございます。一回ボンネット開けましょうか。V 型の6気筒エンジンですね。アウディの V6 は非常に滑らかに回るんで私も大好きなんですが、そのエンジンが搭載されています。最高出力は340馬力、最大トルクは500ニュートンメートルという、すごいですね。それに8速のオートマチックトランスミッションが組み合わされております。で、このパワーユニットにも話題のマイルドハイブリッド、これからどうもトレンドになりつつありそうなものですね。 48V の電源を持ったマイルドハイブリッドが用意されておりまして、ある程度速度が乗っている時にアクセルペダルを離しますと、今まではコースティング状態ということでニュートラル状態に入った状態で惰性で走れたんですが、もうエンジンも止めてしまってより効率を高めるというような機能があるのと、さらには時速22キロ以下ではアイドリングストップに入りますよと、そういう機能もこの車には用意されてございます。で、この S ラインというものに関して今回試乗で使うんですけれども、人気になるモデルだと思うんですが、今までもこのアウディのシングルフレームグリルのこの周りの部分はグレーだったんですが、ちょっと今回外反色もグレーで分かりにくいと思うんですけれども、 S ラインはここがグレーになります。このグレーとはまたちょっと違うマット塗装のグレーなんですけれども、他のこの S ラインじゃないものに関してはボディと同色になるというのが今までのアウディとちょっと違った、ところだというふうに思います。それからですね、ボディサイズを申し上げておきたいと思うんですが、全長は4995mm、幅は1995mm、高さは1705mm ということで、日本でのにはかなり大きいなというふうに思われると思いますけれども、これもその S ラインにはついてるんですが、そういった大きいボディを感じさせないように四輪操舵、AWS オールホイールステアリングがついています。前輪が例えば低速ではですね、例えば左に切った場合には後輪は逆位相でちょっとだけ右側に切れると、最大5度後輪操舵させるらしいですけれども、そういったものがついています。高速になりますと同位相、前輪と同じ方向に車輪を動かせるというような仕掛けになっております。で、さらにこの車にはエアサスペンションがついてまして、実はこれ今一番下げてある状態です。ダイナミックモードにして一番下げるとちょっと SUV には見えないぐらい、背が低くなりまして、乗り降りもしやすくなるんですが、一回ここで実演してみようと思うんですけれども、オフロードモードにして、車高を一番高くしてみましょうか。一回これエンジンかけます。まずこのエンジンかけた音があまりにも静かで驚くんですけれども、ここで一回上げてみましょう。今一番下がってるんですが、一番上げます。で、これ今一番上げる設定にしました。そうすると多分後ろから上がってますかね。後ろから上がってその後前にも上がっていくというようなことになっています。で、これは車高調整、それから乗り味の変更ができるようになっているわけです。ちなみに、標準の位置から、プラス50mm もしくはマイナス 65mm の計 115mm の、幅調整ができるというふうに言われております。
でやっぱこの車、前の解説の時にも申し上げましたけれども、後席の広さにもかなりびっくりさせられるもので、前席ももちろんゆったりしてるんですが、後席の方もゆったり乗ってですね、ロングドライブするのにはとてもこう気持ちよさそうな空間が提供されています。だいぶ上がってきましたかね、ちょっと車内の表示を見ないとわからないんですが、そうですね、もう今ほぼ一番高いところまで、まだ動いてる最中ですが、まあ、ほぼ高いところまで来たというような感じになっています。ではこの Q8 に乗ってですね、これからまあ街中を乗るだけなので、なかなかこの車のこのオフロードのその凄さとかはでは分かりませんが、とりあえず街中で乗ってどんな印象なのかっていうのを今からレポートしたいと思います。はい、今回はアウディの Q8 の試乗をやっとすることになりました。もう日本に導入される前からですね、事前に、日本でお披露目というのが、ちょっと前にありまして、 Q8 の自体は簡単にはご紹介しましたけれども、やはり車というのは乗ってみて、どうかというのをちゃんと伝えなければいけないので、今回は、その回というわけでございます。今回のこの Q8 の試乗車は S ラインという、まあ、パッケージがついていまして、ホイールでなんと22インチというですね、285っていう幅もびっくりするんですが、285の扁平率が 50%、 それの22インチという、えらいタイヤを履いた、この車ですね。まあ、でも多分 Q8 の中ではこれが人気に なりそうだというふうに言われている車です。で、まあこの車に乗って一番びっくりしたのは音が静かなことです。まあ、アウディの車ここ最近みんなそうなんですけれども、本当に静か、滑らか、もうその言葉がぴったりです。エンジンは V 型6気筒の3リッターのターボエンジンなんですけれども、これがまあ私結構このエンジン好きなんですが、ウルトラスムーズという言葉がぴったりなぐらいです。ちょっとここで加速してみましょう。もう特に大きなエンジン音も立てずに加速だけスーッとこう伸びていくんですね。で、この車、車上重量自体はやっぱり結構重たくて、2トンを超えてるんですけれども、そんな車でもですね、俊敏なというわけにはいきませんけれども、でもこの、大きさの車だったらば全然このフィーリングで、問題がないなというふうに思います。2つ目にびっくりしたのはサイズが大きいことです。幅で 1995mm で、まあ、5mm だけ一応 2m は切ってるんですが、やっぱちょっとこれは日本で乗るには大きいですね。道のこの幅をですね、結構こうバックミラーで白線を見るんですが、もういっぱいいっぱいだなというのが正直思うところで、ちょっとこの辺りは気を使いますね。ただこの車は SUV クーペって、まあ、一応 SUV なもんですから着座点が高いんですね。ですから、まあ、他の SUV とも同じですけれども、見晴らしが非常に良くて、そのサイズはもちろん大きいんですけれども、なんとなくこう車両の感覚はつかみやすいもんですから、そういう点ではやっぱこの SUV っていうのは、一つ魅力的なところだなというふうには感じますね。でエンジンは V6 3リッターのターボで、最高出力は340馬力、最大トルクが500ニュートンメートルという、パワーを発揮するんですが、今はアクセルを、今オートモードで走っています。一回ここでエフィシエンシーモードにしてみましょうか。エフィシエンシーモードにして、例えば惰性で走りたくてアクセルペダルをパッとこう離すと、今エアコン使ってるからかもしれません、今はコースティングになっていますが、そんなに電気的に問題がなければ、アイドリングストップをしてしまうというのは、まあ、以前 A8 と A7 A6 でもご紹介したのと同じですけれども、この車もそういう風になっています。非常に効率を考えているというのがよくわかりますね。こんな大きい車でもやはりいかに燃費を良くしようかというようなことをしっかり考えているというふうに思います。で、この車クーペ型の SUV ということもあって、もっとこうスポーティーな
それもこの車 S ラインですからもっとスポーティーな走りをするのかなと思ったんですが、まずエンジンのフィーリング、それから実際に乗ってみてのフィーリングからしてもですね、そこまでこう飛ばそうと、勇気にさせないというのもいいところだと思います。今アイドリングストップ22キロ以下で入ったんですが、非常に早い段階でアイドリングストップに入ります。コンフォートモードで今度走ってみましょう。で、ここは橋の継ぎ目があります。まあ、22インチ、扁平率 50% という数値をからすると非常にしなやかな乗り味ですね。まあ、エアサスペンションを装着しているからだとは思うんですが、非常にもっとゴツゴツするのかなと見た目では思うんですけれども、そんなことないですね。このパドルシフトで低いギアに入れても、ブリッピングをいたしまして、気持ちよく、回転数合わせをしてくれます。ここら辺荒れてます。うまく越えてきますね。今わざとマンホールを踏んでみたんですが、この辺りもうまく吸収しますね。で、やっぱりここにもあります。見た目よりはずっと、見た目よりはというか22インチでちょっと硬いんじゃないかなっていう風な、気持ちで乗り始めたんですが、乗り合いとしては気持ちいいですね。じゃあここで一旦停止をする場面がありますから、ここからちょっとアクセルを強めに踏んでみましょう。一旦停止をして曲がりながらですね、アクセルを踏んでみます。ぐいぐい曲がってきますね。この安心感は本当にクワトロは変えがたい。まあ、今日はアウディの撮影の時はいつも雨が多くてクワトロにはちょうどいいっていつも話するんですが、まあ、今日は、綺麗な映像が撮れるように晴れですから、ドライな路面で、その状態で強くアクセル踏んでもやっぱり、四輪駆動のしっかり感、安定感っていうのはやっぱありますね。後輪でしっかりと駆動力をかけて、さらには前輪でも受け止めているというのが、今のような曲がりながら、加速をしていくときには非常によくわかります。とってもこのクワトロの信頼感というのは確かに、変えがたい部分かなというふうに思いますね。ここの交差点はちょっと鋭角な交差点なんですが、どうしてもやっぱり SUV なので少し横傾きは感じますけれども、やっぱ幅がある分そこまで大きくぐらつくというような印象ではないのがやっぱりいいところだと思いますね。それにしても気持ちよくスムーズにエンジンが回りますね。で、今こう聞いていただいても分かる通り、一番聞こえるのはもちろんロードノイズなんですが、このロードノイズも静か、こんな285という太いタイヤを履いているのに非常に静かなので、そのあたりにびっくりさせられます。